闇の存在、地味魍魎が跋扈する近未来、日本。人魔の間で太古より守られてきた互いに不干渉という暗黙のルールは、人が下道に出してからはほころびを見せ始め、人魔結託した犯罪組織や企業が暗躍、時代は混沌へと凋落していった。しかし正道を歩まんとする人々も無力ではない。時の政府は人の身で魔に対抗できる忍びの者からなる集団を組織し、人魔下道の悪に対抗したのだ。人は彼らを大魔人と呼んだ。開始まで180秒、準備はいいですか、麻美先生。先生、今は君が指揮官でしょ。麻美でいいわ。あ、そうでしたね。あ、麻美、準備はいいですか。ええ、バディともに万全よ。ちょっと何顔を赤くしてんのよバカ風魔。浅木校長ばかり気にして私たちは無視のわけねえ。風魔くんは大人の女に弱いからにゃん。今から聞くところだったんだよ。そっちはどうだ、雪風、さくら、準備 OK か。当たり前じゃない。雪風チーム、バディともに問題なし。さくらチームも OK、 バディともに元気だよ。よし、ミッション開始まで全チームそのまま待機。目的地まで20秒。ヘリは時速300キロだ。カウントダウン入るぞ。目標が視界に入るぞ。全チーム降下用意。各自目標ポイントに急速降下。着地ミスって死ぬなよ。はあ、に向かって行ってんのよ。余裕余裕、この3倍の速さだって平気だよ。風魔くん、私たちはタイマニーよ。ああ私が出るわ。私も混ぜてよ。私に任せなさい。私も混ぜてよ。私が出るわ。3、2、1、5。アサギ、剣山。今回の任務はビルを占拠したテロリストの排除と人質の救出だ。俺たちのチームは速やかに屋上を制圧、人質の脱出路を確保する。了解、ここのヘリポートを抑えるってことね。人質は大丈夫？中で捕まってる人もいるんだよね。そっちは別部隊が対応しているわ。私たちは自分の任務に集中ね。ええ、その通り。では随行させた指揮ドローンから指揮情報を飛ばす。各自行動開始前にもう一度チェックしておいてくれ。これがテロリストか。悪そうなやっちゃな。ま、機械に頼ってる連中なんて私の敵じゃないけどね。そうね、この情報では
さほどの脅威はなさそうだけど。でも、状況はどう変わるかわからない。全チーム、油断せずに進みましょう。はーい！俺も指揮ドローンで状況を捕捉し、逐一最新の情報を流していく。あなたの実戦における指揮能力、どれほどのものか試させてもらうわ。はい。期待しているわよ、風魔くん。あなたについて来られるかしら。
あなたについて来られるかしら。今回の作戦はこれね。伊賀は浅木剣山。あなたについて来られるかしら。来たわね。準備を整えたら
早速任務に出るわよ。仲間を集めるのね。様子を見ておきましょう。みんなの様子を見ておきましょう。Okay.